名城大学グルメリポートイエーイ。リポーターの奥間崎です。同じく都市情報学部2年のリポーターの上野リリナです。今日は名城大学長屋堂前キャンパスで人気のところに来ています。入ってすぐのところにあるんですよ。こちらがムーガーデンカフェになります。学生にすごい人気があります。たくさんのメニューがあって毎日選ぶのが大変です。お願いします。ありがとうございます。いただきます。わー、美味しそう。うん、おっきい。お肉がしっかりしてて美味しいです。結構ボリュームがあるんですけど、いくらでも食べられちゃいます。でも味濃い方が好きだから好きかも、この唐揚げの味。完食しました。大きい。いただきます。アイスとあってとても美味しいです。お腹いっぱいだけど絶対食べられる。うん、甘くて美味しいです。バターの塩気と生クリームがすごく合います。学校で友達と喋れて美味しいスイーツも食べれるなんて嬉しいよね。この動画を見たとお店の人に伝えると、ランチのドリンク1杯が無料になります。ぜひ来てください。